肩が凝る、首の凝りも治らん、なかなか猫背が治らん、それ腰でお腹も出るし、お尻もたるんだまま。ストレスはダイエットの敵です。座ったまま一緒に解消していきましょう。マイペースでいいです。一緒にやっていきましょう。上を向いたままキープです。たまに顔戻していいです。首の前側の筋肉が硬くなると下向きがちになりますんで、首が凝りやすくなります。しっかり上向いて筋肉を伸ばしましょう。たまに戻していいです。 OK。 次は下を向いたままです。頭の力を抜いて下向いていきましょう。ずっと下向くのも首が疲れるので、たまに正面向いていいです。マイペースでいきましょう。楽な方は下向きっぱなしでもいいです。OK です。次は横を向いて手で肩をちょっと押しましょう。たまに顔戻しましょう。ぐーっと引っ張ったら休憩です。ストレッチは頑張りすぎると痛くなるんで、無理しないように、少し伸びてる感じがあればそれだけでいいです。反対も一緒です。横向いて手で軽く肩を押しましょう。首の横伸びてればいいです。もし手で押すとき肩痛い人は自分の向くだけでいいです。ちょっと肩をね、後ろに向けるぐらいでいいです。痛くない人はね、軽く押しましょう。OK です。次は手を頭の後ろに置いて、頭を横にこする感じで肩、首動かしましょう。頭の後ろを横にこする感じ、こんな感じです。肩がだるくなったら休んでください。肩の可動域が狭くなると四十肩五十肩になってくるんで、そうなるとね、もう凝りがなかなか取れなくなりますから。 OK。反対の手も一緒です。遠くに伸ばすイメージです。肩だるいよってしたね、たまに休みながら肩ほぐしてまた続けてください。それぞれレベルが皆さんね違うので、マイペースでいいですよ。無理しないようにしましょう。結構肩がねだるいですよね、これね。休みながらでいいです。今度は手を腰に当てて横に動かします。手が腰に回らないよっていう人も多いと思います。手を腰に当ててね、ちょっとね腰をさする感じでもいいです。できればね遠くに持っていく感じがいいですが、腰をさするイメージでいいです。腰にね当てずにできれば一番いいけど、当ててもいいです。肩甲骨がね剥がれてきます。 OK。 反対も一緒です。動かします。
あんまり無理して動かすとか肩がね翌日痛くなるかもしれないんで、軽くでいいです。慣れてくると勝手に動きますから、初日の場合はね、もうとにかく動かしてるだけでいいです。無理に伸ばそうとかね、同じように真似してやろうとか思わなくていいです。まずはやることが大事、やっていけばね変わってきますんで。オッケー、今度は今のダブル、キュッと動かしたら休んで、キュッと動かしたら休む、交互に1回ずつ遠くに持ってったら休んで。痛い人はねゆっくりでいいです。両手遠くに持っていくイメージで、これだけでね首肩腰姿勢がね一発でね変わってきます。オッケー、今度は手で頭の後ろを置いて脇をパタパタしましょう。しっかり閉じたらしっかり開いて胸を伸ばします。腕がねだるくなったら休んでいいです。マイペースでいきましょう。ぐーっと伸ばしたら休憩、胸の上をぎゅーっと伸ばしたら休憩、休憩しながらやっていきましょう。OK、 今度はね今のことを下向いてやります。下向いて脇を開く、あんまり無理に手でね頭を押さえずに置いてるぐらいな感じです。マイペースでいいですよ。今度は首をねゆっくりでいいんで右左回しましょう。だいぶね肩首がね軽くなってると思います。リラックスして首をゆっくり大きく回しましょう。特にね後ろ半分をね大きく、前がやっぱり硬くなってるんで。OK、 今度は前後ろ横、一回ね力を抜いたら直す、力を抜いたら直す。この4方向だけでもね、お風呂上がりに毎日やったらねだいぶ肩首楽になりますよ。OK、 最後は腰からね体を左右に回しましょう。1周ずつ反対回しです。これだけでも結構ね胴体部分がね伸びますよね。ぐーぐーぐー、はい、 OK です。硬い人はお風呂上がりがおすすめです。朝と晩2回やるととっても効果が上がるんで、リラックスした状態で続けてみてください。やってみた方はコメントください。